皆さん、シアル、こんにちは。私、ワニングと申します。撮ってるのは夜なんで、つい先日ですね、こちら買ってきました。じゃん。ダイナットスマッシュブラザーズスペシャル、スイッチのやつですね。これのダウンロード版、買ってきました。買ってきたんで、早速入れたいんですが、まあ、こんな感じなんです。自分の方なんですけど、まあ、入ってないんですよ。SD カード買ってなかったんですよね、当初。なので、SD カード買ってきました。で、今回、こちらの SD カードをご紹介したいと思います。こちらです。じゃあ、サムスンの、128ですね。こちら。ちょっとピント合うかな、ピント合うかな、ピント合うかな。128GB です。こちら、Amazon さんで購入してきました。安いのも探せばピンからキリまであるんですけど、このスイッチに関してはですね、読み込み速度と、書き込み速度で、特に読み込み速度が、まあそうだな、こう推奨はやっぱり50とか60になってるらしいんで、それ以上のものを選ぶのがいいらしいですので、こちらはですね結構いくんだよね。90ぐらいいくのかな。読み込み速度がある方が、まあ、安全かなと。で、あとこれ買うときは正規代理店かな、そこで買うのがおすすめですね。早速入れたいと思うんですけども、本体の裏側かな、よいしょ、裏側に入れる。どうやって開けるのかな、これ。開け方がわからないんだよね。あれ買って。あ、開く開く開く。よし。いった。じゃあ。もつき怖いな。手汗になんない。じゃあ、この SD カードを、こういう向きで入れていきます。入れました。蓋閉めます。はい、戻します。SD カードを使うには本体を更新してください。画面を。マイクロ SD カードを使うには本体を更新してください。はあ。更新しなくちゃいけないのね。ちょっと外が見えるな。周りが見えるけど気にしないで。本体を更新します。フォトナをね、起動したもんで、更新完了しました。はい、スイッチ起動しますね、これでは。はい、起動したということなので、じゃあ画面を映しますかね。はい、画面を映しました。データ管理いきましょう。はい、大丈夫ですね。110GB 使えるので、これだけ容量あれば十分でしょう。早速、eShop 行きましょう。そして eShop で番号入力ですね。これですね。はい、引き換えを確定します。空き容量が減ってるから大丈夫だと思う。大丈夫だね。減ってるから多分 SD カードに入っているでしょう。あらかじめダウンロード、まあ完了してもできるのは12月。まあ12月7日でしょう。まあその日までのお楽しみということで、一応配信もする予定なので、ぜひ皆さん一緒にやりましょう。で、今回 SD カードのご紹介でございました。